はい、相棒セカンド復活ということで本日が第1弾です。はい、ついにですね、はい、始まりました。復活です。待望ですかね。待望でしょ。やりたかったですよね。やりたかった、うん、やりたかったですよ。ですよね、うん、皆さん待ってくれてたのかなっていうのはねちょっと疑問だけどね。前回もね、うん、非常にいい結果を残してるからね。はい、うん、セカンドもいけるんじゃね。またね、2014年、うん、はい、相棒やっていきたいと思いますんで、はい、今日はまずどこに行きましょうか。行きます。行かない選択肢、実践じゃない動画とかっていうのを遊びに行くみたいな。おっさん2人が遊びに行く映像でちょっとレジャーに行くみたいな。気持ち悪いよ、こういう休日過ごしたらどうですか。そんな仲じゃないですしね、2人。あ、そう、はい、どこ行きましょう。じゃあそうですね、まあ一発目は、はい、結局あそこに、あそこ行きますか。ロイヤル筑紫の手に、はい、行こうかなと思います。まあ過去の成績もいいですしね、あそこ。まあですね、結構出してますんで、まあ早く行こうよ。え、あ、まあね、うん、ここでグダグダ喋っててもしょうがないんで。そう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 、早く行きます。じゃあね、せっかく相棒復活なんで、はい、今回は気合い入れて行きましょう。おお。このテンションの飛車。38番で引いて38番でした。やらほうよ。並び順とかひどいな、今回一人で。これがいいな、ここ角っていうのがいいな。これ、これ打つドラゴンギャル。この辺、この辺なら相手だろ、さすがに。本当初日やん。うん、内容すらも。抽選が、ちょっと待てよ、54番。僕38番。何取るんだろうね。どうしますかね、これ。新しめの台無理やろ。で、番長から埋まるもんね、ここね。大体番長、バジリスクは人気ですよね、朝。二人とも初打ちの台とか打っちゃってましたね、いつも。いやー、よくあるパターンですね。グダグダになるパターン。そう、打ったことない台を打ってみる。初打ちの台では結構いい結果出るみたいな。いい結果出るやろうけどね。どうなんかな。いやー、どうなりますかね。ジャグラディかな。それはないだろう。私はですね、花の刑事、これより我ら修羅に入るを取りました。正直全く打ちたいとは思ってないんですけど、これぐらいしか空いてなかった。で、一応隣がサイクロンで鬼浜打つんですけど、で、まあ、そんなに打ち込んでもないですし、まあ、結構当たりが重いんで、個人的にはあんま打ってなかったんですけどね。まあ設定が良ければ、ゲーム数解除、が当たりやすい、まあ、はまりにくいっていう特徴があるんで、まあ、とりあえずこれからスタートして様子を見て他も視野に入れようかなという感じで打ってきます。朝一の保留玉は白4つなんじゃないっす。はい、ということで、僕は鬼浜を選びました。というか、本当は他に打ちたい台があったんですけれども、抽選番号の関係上抑えられなかったというのが本音です。なんでここは仲良くココさんと並んで打っていこうかなと。今26ゲームですけども、前兆っぽい動きだったと、まあ、ただ今パッと見ゾーンには突入しなかったので、どうなんだろうな。パッとイン発生からのバリバリ目ですね。パッと飛びゾーン、
青ですね。青、青背景。やっぱりね、残念と言ったところでココさんが若干チャンスかな。はい、60ゲームぐらいで、全長入りまして、もちもち熱そうかなという全長ですね。もう頭でいった。これ期待していいんじゃない？おっと、早速キセル出しちゃいました。ちょっとこれで外れたら泣いちゃうよ。赤文字になって真田は弱いけど大丈夫でしょう。はい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 、もうこれは間違いないでしょう。ありがとうございます。私の最後ということで、特に子役も聞いてないのでゲーム数で間違いないでしょう。左右だ。前期20ゲーム、まあ、一番低いというか最低というか、この約20分の1がいけるかな。やばい、何にも起こらない。マジかよ。よし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 、弱いな。よし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 、よっしゃ、よかった。残り8ゲームで当たりました。まあまあね、確率的には1回当たっていいようなもんなんで、ここから頑張りますよ。よし、よし、ちょっと順調すぎる。これいずら10ゲーム獲得しました。はい、前期の修羅を10ゲームずつ上乗せして一度も チェリーから当たったボーナスゲーム、いきなり設定とかそういうモードとかに期待できる。アイちゃんすげえと、これ一発目の当たりとしてはかなり幸先はいいですよ。まあここから AT に持っていくのはなかなか難しいでしょうけど、とりあえず打つ根拠にはなりますからね。ただ朝一は天国ではなかったというところでしたので、まあ、状況を見ながら打っていくかなと。これが上がるかどうか。2段階までいければチャンス。もう一丁。
あーない、昇格はなしと、まあ基本的に愛ちゃんゆいちゃんが出れば設定4以上に期待してもいいというぐらいの感覚ですかね。で僕鬼浜はそこそこ打ってますけどほとんど出ないんで、まあ今後の展開含めてちょっと期待が持てるんじゃないかなと。はい、先ほどの劇自体は2連で終わっちゃったんですけど、2回追加を引いて、2回とも5ゲーム、戦記の方に上乗せしたんで、戦記は残り28ゲーム、こちらが、10ゲーム上乗せしてます。これ上乗せも結構いいんですよね。あら、ちょっと修羅は早めに当てたい。おい、よし、赤い、赤い、よしよしよし、よし、えい、右だ、あ、ダメだ、やばい、一回は当てたい、右だ、左だ、右だ、左だ、中だ、右だ、いやー、終わっちゃう、終わっちゃう、ダメ、左だ、右だ、うわ、ということで戦機に戻ってきました。お、金色です。弱いかな。あー、ダメだ。赤いよ、よしよし、よし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 、これは当たったでしょう。超順調です。左右だ、左右だ、さあ、どうも、同じパターンで右だ、左だ、やられると、で復活、左だ、中だ、ない、まあ3の門まで行きましたんで3連チャン十分でしょう。あとここでまた引き戻せるか、残り21ゲーム、おー、最後、おー、弱いだろ、よし、左は中だ、初当たりだったんで十分満足です。まあ、あとはゲーム数解除だったり小役流の確率だったりをちょっと見ながら、まあ結構粘っていきたいなと思ってます。はい、ただいま213ゲーム、わけわかんないところで激アツが出てきました。まあ、ちょっと前にバリバリは引いてたんですけど、そんな前兆っぽい感じとかもなく来てるので、何なんでしょうね。普通にまあ210何ゲームぐらいなのでゾーンとしてあるっちゃあるんですけど、ちょっと分かんないですね。パッと見ゾーン自体は普通に青背景で弱いのは弱いんですよね。喧嘩で、喧嘩で、あかん、終わった、こ
こうなるとあとはリーダー対決に持ち込むことを期待するのみ。大悟に勝てとは言いません。ここで強バリバリ目。お、当たりましたね。大工引き分けからの大満は確定です。238ゲーム、どうかな、ゲーム数かどっちか分かんないけど当たりです。おお、一気に赤まで上がった、びっくりした。あと1段階上がればマックスですよ、メーター。ただね、この残り1段階は上がんない。上がった、びっくりだ。レインボーまで行っちゃいました。いやいやいや、ただの赤7ってことはないはず。内部的には特攻じゃないかな、これ。まあ一応ここは設定推測の足しにもなる夜行のこっちで打っときます。これ結構熱いんすよね。よし、まあ、このチェリーメイトの複合で狂乱レイブ取れたってことはやっぱ内部的には特攻だと思います。無理だよな、そらそうよね。2セット395枚と、まあ終了画面も弱いです。この感じだと引き戻しもなさそう。はい、先ほどから先ほどの初当たりから306ゲーム、歌舞伎ブレイクから、解除しました。いきなりなんだよ、外れろ。ボーナスが引けないとちょっと厳しいけど、さあ行こう。早速よし、よし、じゃあはい、ジャクチェリー回引いたのみで、まさかの極限突破。111ゲームって最低ですけどね、しょぼいな。自身初ですけど、なんとそれがね、111ゲームしかないっていう本当悲しい結果。ただこれはチャンス、連打は回数によって。はい、残念、33回以上のゾロ目でロゴが落ちてくると設定資産になります。いやー、極限突破嬉しいんですけど、111ゲームっていうのがなんとも悲しい。残念、一番低め、しかも AT なしと、気がいいんだか悪いんだか分かんない展開です。
もうちょっとね、あんまね、大の調子も良くないし、やっぱ今日はちょっと早上がりにしちゃったな。で、上っぽい雰囲気もありますし、まあ、噛み合ってないですけどね。まだね、ほとんど使ってないよね。何使ってないって、200枚か。あ、投資が投資200枚で、バーッと出て、で、見頃を2回超えちゃったから、うん、どうなんかなっていうところを移動します。移動やめて、うん、移動、うん、移動する。移動する、うん、家の方に移動する。家の方、家の方に移動する。見てないよ。この辺撮って、いやいやいや、誰もそんな髪切ったところで見ないでしょ。いやいやいや、主役だから。主役呼んでるでしょ。今日はチェンジで、チェンジで、登録をクリック。